こっち、こっち向いてよ。お、電話に出る。お、もしもし。カイトだ。今どこにいる？アムールって店を出たとこ、スポン通り。アムール？松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ、事件の晩その店に羽村と被害者が二人でいたんだ。それより何かあった？ああ、そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。なんで？まあ急ぐ話じゃねえ。クリアわかる。じゃあな。はい。あと、どこに行けって全然聞いてなかった。待って、全然聞いてなかった。事務所に行けって言ってた。ごめんね、全然聞いてなかった。いや、なんか別のこと、全然別のこと考えてた。なんかケツ持ちかみたいな。まあどこの企業にもケツ持ちっているよなとか、なんか全然別のこと考えてて全然聞いてなかった。なんか意外とさ、こういうなんかね、アンダーグラウンドなお店じゃなくても普通に有名な企業とか会社とかでもやっぱケツ持ちはねいるもんらしいよ。なんか普通にあのなんだろう、でもケツ持つから金毎月よこせって言うと変な感じになるから、だいたい観葉植物レンタルしませんかとか、熱帯魚レンタルしませんかとか、おしぼりレンタルしませんかっていう、そのレンタル代をまあちょっと高いんだろうね、その普通の業者のレンタルするよりは。そういうのでケツ持ち代を払うみたいな感じらしい。だからだいたいどこかしらケツ持ちは決まってるみたいって聞くけどね。普通にだってどこかしらと契約っていうかしないとずっと来るらしいよ。もう決まってますかみたいな。あれ、ここじゃなくて事務所の入り、ごめんごめん。でもすごいそういう人たちもね、礼儀正しいらしいよ。すいませんみたいな。もうなんかどこか別のとこ決まっちゃったりしますか、してますかみたいな。はい。だからね、そういう知り合いの、あ、違った。お前とか言っちゃダメだろ、タボ。ごきげんよう、八神くん。あ、ケンジなんだ。はい、真冬ちゃん。言っとくけど、真冬ちゃん、お前とより戻しに来たわけじゃないぞ。元カノなんだ。より戻すって、付き合うまで言ってませんから。私たち失礼しました、ケンジ殿。仕事の話で来たの、当然だけど。仕事？松金組若頭羽村恭平の例の事件、検察の方で起訴にしたから。八神君も絡んでるんでしょ。早耳だな。源田法律事務所の情報は私に筒抜けなの。沙織さんから聞いたのか。相変わらず仲いいな。当たり前でしょ、幼馴染だな。そうなの？それに大学同期か。そ、羽村の件だけど、もう起訴なの？逮捕したばっかりなのに。担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい。逮捕するまでずっと泳がせてたんだって。その担当検事っていうのは？泉田検事。なんかそんな気がしたんだ。泉田ってターボーが無罪取った時の検事か。うん。3年ぶりの対決ね。いや、俺が法廷に立つわけじゃないから、そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの？こないだ源田先生にも言われたよ。その話はもういいって。そっか。検察からもなんかうちに仕事ないかな。真冬だったら安くするよ。前から思ってたんだけど。ん？八神くん、
探偵なんて全然似合ってないからね。戻ってほしいんだね、弁護士にさ。電話で済む話だったな。なのにわざわざ会いに来たわけだ。おお、なるほどね。外もう暗いな。ちょっと送ってくる。そんなこと気づきもしなかった私。さすが兄貴。ああ、真冬の後を追う。おお。でもさ、沙織ちゃんと大学同期。あれ大学は一緒なのかな。ってことはやっぱ沙織ちゃんも法学的な方なんでしょ。沙織ちゃんはでもあれ弁護士じゃないよね。弁護士やってるのかな、あの事務所で。真冬。なんだお前は。あれ検事生、八神くん何してんの。いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。そうか、君が八神弁護士。はい。もう名前が覚えられないよ。うん、こちら森田検事生。それとご存知泉田検事。久しぶりだな八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。今回は君が羽村の弁護を。いや、弁護人は新谷先生。俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃあまた。君は今探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないな。あん時はあんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいてろ野良犬が。お前のデタラメな弁護で誤審が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん？どこがデタラメだった。検事だったら具体的に言ってみろ。何もかもだ。もういいだろう泉田。やめましょう泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。あ、なかなか渋いな今のおっさん。あの貫禄、若い女は参っちまうぞ。だったらなんだよ。いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ、次はどうする。検察は頭の起訴を決めたってことだった。源田事務所に行って新谷と打ち合わせよう。海藤さんも一緒にいてくれ。わかった。なら俺は先に行ってるよ。ん？なんで？お前はまあ、その、少し頭冷やしてからゆっくり来いや。余計な心配だっつ。もう私今すごい思っ、ん？つくもからメッセージ。はい。ヤカミ氏、悪いのですがちょっとお使いを頼まれてくれませんか。オケマル。さっきの件の依頼料代わりということで。オケマル水産。わかった。どんなよ。ラブスタのレアもののフィギュアです。恵比寿屋で売りに出されてるという書き込みがあったのです。サブクエかな。僕としたことが発売日に買い逃してしまって、この機会に入手しておきたいのですよ。オケマル水産。うん、恵比寿屋っていうと質屋か、この近くだ。うん、オケマル水産行こう。はい、フレンドイベント。はい、じゃあこれはなんかまあサクッとやっとくとして、メインストーリー、あ、メインストーリーに、あ、メインストーリーに入るんだ、つくものフィギュア。はい、ちょっとつくものフィギュアをね、買いに行こうか。という、その前に、ちょっとお水を飲んで休憩を。
させていただきます。はい、お待たせ。ではつくものフィギュアを買いに行こう。ちょうどこっちだね。すごい近くない？あ、もう早速思った方向と違う歩き方してる。本当に、あれ全然違う歩き方してる。本当に、え、本当に方向音痴なんだな私。え、通れないんだけど。通れ、うん、QR コードだ。え、気候か。ね、気候教室ってあるよ。これ、これ、これさ、ここ行ったらさ、気候使えるようになるんじゃないの？ちょっと QR コード使おう。カメラかな。カメラ、あ、読み込もう読み込もう読み込もう。はい、え、あ、あ、待って、街の 2D コードを撮影し、エクストラ高レッザーが解放されました。スキルアプリから習得できます。これ、これさ、覚えた方がいい？強い？これ覚えた方がいいの？ちょっとわかんない。まだとりあえず最初に強制的に覚えさせられた三段跳びみたいなの以外何も覚えてない。はい、ここか。うん、恵比寿屋。はい、迷いなんて捨てちまえ、男なら買いたい時に買え。それが男ってもんでしょう。はい。うん、いらっしゃいませ。私のお金が足りないとかある？あ、買いに来た。あ、自分で売れるんだ。はい、買いに来た。あー、買える、よかった。はい、じゃあこのスラブスタのフィギュア1万円。待って、これ何に使うの？いまいちこのさ、こうカーソル合わせた時にさ、下に効能も書いててくれたらいいのに。え、インテリシリーズか。あの部屋に飾るんだ。へえ、うわ、盆栽とかいいじゃん。買えないな。これ、このだるまさ、ゲンダー法律事務所になかった？棚の上に。パクらない？針金、サムターマウスに使えそう。なんかここら辺さ、あのチンピーラたちをやっつけた時にカツアゲしたみたいな感じでゲットしてたよね。はい、じゃあまずラブスタのフィギュア購入する。購入、この購入するに一見カーソルが合ってるように見えるんだけど見えない。これはどうしたらカーソルが合うんだ？あの購入するに、購入するに、あ、こうだ、いけた。はい。オッケー。ありがとうございました。オッケー、これがつくむから依頼のあったやつ。うん、そうだよね、質屋の出品情報まで知ってるなんてすげえな。うん、あいつに届けよう。はい、またあのマンターにいるのかな、マンターにいるのかな。ここマン、あ、マンタイだね、マンタイか。よし、じゃあちょっくら、ただもうこれか、街をかけるだけだから程よくカットもここから入れていこうか。つくもし、つくもし、はい、ここだったね。はい、なあ、うん、これだろ。ちょっと見せて見せて見せてくんないの？物物見せてほしい。ああ、いいよいいよ。うん、確かにいいのですか、太っ腹ですね。うん、あれ、ここはさ、喋ってくれないんだ。うん、まあ確かにすっごい近かったよ。自分で行ったらいいんじゃない？いえ、そうはいかないのです。もうすぐ新型スマホのネット予約が解禁するのですから。あ、それは貼り付いてないとね。もう秒でね、あのすぐ来るロット分は結構すぐなくなっちゃうからね。ここで待機している必要があるのですよ。うん、ここなら安定した通信速度が出ますからね。なるほどな、相変わらずだな。まあそんなんでも随分変わったよな、お前。なんか明るくなったっていうか、前違ったんだ。
それも八神氏のおかげですよ。誰とも関わろうとせず家に引きこもっていた僕に手を差し伸べてくれたのですから、ちょっとその過去ストーリーも気になるな。ああ、そういえばそんなこともあったっけ。ま、家から出たと思ったら今度はネットカフェに引きこもっちまったがな。家でいいんじゃないって思うけど、ベッドとかもあるだろうし。ここなら高い家賃も必要ありませんし、ネット環境だって文句なしですからね。あ、じゃあ今家引き払ってるの。それに情報屋としての仕事にもありつけますから。うん、お前の能力にはいつも助かってるよ。ありがとな。これからもよろしく。こちらこそ。あ、なんかフレンドポイントが。ありがとう。フレンドになった後、彼らの元を訪れたアイテムをもらえる。しばらく時間を置いて再びフレンドに会いに行くといいでしょう。うん。住人と、あ、あれコンビニのおじさんいるじゃん。コンビニの。はいはいはい。あとは誰だ、わかんないな。一番右もコンビニ、いや、マックの子っぽいな。アイコンがついた人はフレンドになれる。街の評判も上がる。はいはい。絆ゲージを最大まで上昇させる必要があるか。OK、じゃあこれはもうサブクエスト扱いなのかな。やっておこう。はい。これはもうさっきのでさ、ゲージが満タンになったってことでいい？まだなってない？これ2段階目っぽくない？うん。ん？八神氏？悪いのですが、今ちょっと手が離せなくて。また後で来てくだされ。まあその時も手が離せないかもしれませんがね。はい、じゃあ一応メインストーリーを進めていくか。新谷の兄貴と打ち合わせをする。どこでだろう？はい。よいしょ。はい、あ、じゃあ違う違う、大人としてそっちはダメ、こっちこっちこっち、それ上りエスカレーターだから。はい、新谷の兄貴か、源田事務所に行くのかな。あ、法律事務所に行くみたい。沙織ちゃんに会いに行こう。真冬ちゃんと沙織ちゃん悩ましいところ。ああ、はい、チンピーラーはチンピーラーを蒸し出していただきます。チンピーラー蒸し出していただきます。みんな街の人もみんな逃げてる。なんでそんなに目の敵にされるのよ。ねえ。はいはいはい。え、アイコン出ない、アイコン出ないよ。倒さなきゃダメ。ちょっと嘘でしょ、いないじゃん。どこ、あれ、いなくなっちゃった。あー、満喫とかは入れたけど、あ、今いける。あんま敵が戦闘中だと入れないんだね。はい。あ、あれ、あれ兄貴。ちょっとくつろぎすぎくない？おい八神、なんで先に怪盗だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく、お前も座れ。なんだかんだ絶対人だよね、新谷の兄貴。はい、沙織ちゃん、沙織ちゃん、あ、吹き出し出てないよ。あ、弁護士って書いてるな。弁護士って書いてる。そっか、なんか行政書士とかそういう感じの、ちょっと雑務って言ったらちょっと語弊があるな。別の役職なのかと思ってた。弁護士なんだ、みんな弁護士なんだ。はい。さっき真冬くんから連絡があったぜ。うん。いよいよ裁判に向けて本格始動だな。新谷ともうまくやれよ。いや、私は結構新谷の兄貴好きよ、いい人だと思ってるんだけど、この八神くんがめちゃくちゃ嫌ってるんだけど、指図されたくないんだよみたいな感じで。はい。事件の捜査資料が手に入った。事件の流れ、鑑識の結果、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど。どれどれ。その前に、ん、お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神、そっちの仕事はあくまで情報集めだ。
頭使って調査の方針決めるのは俺。ん？わかるな。了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。それでいい。じゃあまずは現場の資料だ。はあ、12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。アムール裏なんだあそこ。はい、クイックサーチモード、証拠品、調べれる場所、はい、表示拡大中、調べる場所があるとき丸が出るのか。ちょっとここはあれかな、あの逆転裁判チックな感じかな。はいはい、これは被害者は関西教令会の組員、久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない。遺体に軽く暴行された跡はあるが、直接の死因は眼球を突き刺した傷だ。直接アイスピック状の凶器が脳にまで達したとみられる。聞いてるだけでしんどくなるな。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から教令会への見せしめと考えるのが自然だ。だからもし羽村の頭が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し？俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。それさえできりゃ羽村は無罪だ。死体の目ね、何か違和感があるな。ここ殺害現場なのかと。あと靴が綺麗すぎるのよね。もうまるでないか。確かに何の血も飛び散ってない感じするね。さらにまたこれは何だ。チェックマークか。何のアイコンかと思ってた。これは死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。このことから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。アムールの店内がその第一候補だ。どこだ。死体が捨てられた時間、何か時間割り出すヒント。腕時計とかしてないの。してないのか。時間割り出すヒント。でもこのゴミ収集、ゴミは持ってかれてない。事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている。あ、これ他の店。その時まだ異常はなかった、つまりこの死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。でもさ、ここここのさ、ここのこれアムールの裏でしょ。で、店を通らない場合ってさ、めっちゃ細かったじゃん、抜ける道が。これゴミ収集車の人もさ、このゴミ袋を持ってあの細いところを何回か往復しなきゃいけないの、ここって思うと大変じゃない。はいはい、被害者の所持品、財布とか携帯とか。そうなの、腕時計とかしてないのかしら。怪しいな。はい、調べましょう。被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。スマホは壊されたんだろう。 GPS の位置情報も拾えなかったらしい。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。どこだ。死体は早く見つけてほしくなかったのかな。見せしめのためにやったとしたらね、携帯の GPS ここだぜって、電源切っといて、やり終わった後につけてここだぜってほっといた方が早く見つけてもらえそうだけどね。もうないかしら。もうローラー作戦に行っちゃってる。ごめんね、ちょっと画面がグワングワンしてるかも。もう靴が綺麗すぎるの。あれ、あ、もうこれ OK
景かな、あの上のさ写真の調査のところバーがバーってなって鍵マークがなんか開いてるからいいのかな。はい、じゃあ調査をやめる。アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか？見た。もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。嫌な言い方するな。検察の見立てはどうなってる？この事件のストーリーは。まず事件の背景として関西の狂霊会と東上会との抗争がある。これまでにも狂霊会の極道が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は狂霊会と敵対する東上会の犯行である可能性が高い。ここまではいいな。なるほどね。いいよ、続けてくれ。じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。12月3日夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前、松金組若頭羽村恭平と狂霊会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。この後検察が言うには、羽村は二人きりになった後久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し羽村は、午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。まあ疑われる理由は山ほどあるよなと。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考えてる？実際羽村が久米をやったと思うか？新谷先生、羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろ。目をえぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生、性格はあれだが、性格はあれだが、弁護士としては超優秀だな。同感です。どうか。まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ、どうかしたか？もし羽村が無実なら真犯人は別にいるってことだよな。ああねえ、そうだよな。事件に白黒つけるならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。
犯罪者を追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。俺らは羽村の弁護をするだけだ。弁護士の仕事は有罪とは言い切れないと証明するのみ。なるほどね。まあ真実を突き止める必要はないと。なら次はどう動く？もう少し被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時、一人で逃げた兄貴分がいたろう。協力会組員村瀬明、あいつの話が聞きたいな。話ってどんな？久米が目の前で拉致された後、村瀬がどう思いたかです。仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのかとか。そうだよね。引き下がったままじゃヤクザらしくないと。さらわれた組を助けに来るとかすんのが自然だ。ただその情報を村瀬に聞くとなると。おいおい、今こんな時に協力会探れってのか？組員やられたばっかなんだぞ。相当殺気立ってるだろうな。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ。簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのは。そうだった、分かった。行こう海藤さん。あ、ちょっともうちょっと沙織ちゃんと、はい、打ち合わせをする。 OK。 まず協力会が神室町のどこにいるかだな。連中のアジトがあるはずだ。それは松金組に聞くのが早いな。松金のおやすさんなら知ってると思う。そうか、なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ、のこのこ顔出すわけにもな。何を。分かってるよ、もともと一人で行く気だった。後で連絡する。はい。何をやって波紋になったんだ怪盗の兄貴は。そして松金組事務所へ向かうこの八神さんのもう一人の親父、はい、どこだ場所は。方向地の私はもう先に調べとく必要がある。ここだ。はい、まず松金組の事務所ってどこだと思う？こことか怪しくない？なんもないよ。あと、いや、ここは事務所に近いもんな。でもそんな奥まってるところだから、いや、こんなヒルズにはないと思うんだよね。ここら辺じゃない？ここら辺違うかな。はい、あれ、ちょっと道しるべして。私方向地なんだから。よし、じゃあ行こう。でもさ、ヤクザに顔を殴られたっていうホストの件もちょっと気になるし。あ、もうすぐだ。このチャプター1のタイトルがモグラっていうのもどういうことなのか。そもそもこのゲームのタイトルにさ、あ、死神の遺言もどういうことなのかもわかんないよね。はい、来たぞ。さあ、こちらです。東条会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、八神さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、ターボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。はい。あのな、おやすさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。確かにガン飛ばされてる。まあ、そうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか？元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。なんだろう、例の件。あれがかれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、
お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいなお前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ。羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。多分も手貸してくれんのか。神室町に教令会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いやよくは知らないけど。関西の大手だ。でその梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな。教令会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りに KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。お忍びでよ。まあもちろん。はい、 KJ アート。うん、電話だ。出ましょう。近いではない。いつも顔が親さんと話せた。行霊会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか。じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだな。いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお。じゃあもしかしてドローンの出番か。それもあるかもな。了解だ。俺もすぐ KJ アートに向かう。操縦する気満々なんだろうな兄貴。はい、さあどこだ KJ アート。どこだ。ああここか。全然めっちゃ表通りじゃん。こんな表通りにはないでしょって思ったらめっちゃ表通りの方だった。じゃあちょっと行こうか。よいしょ。あ、8000円パクったよね。あ、なるほどね。お金パクれるんならどんどん喧嘩ふっかけていくわ。どんどんふっかけていくね。これから金をむしりに金をよこせ、金をよこせよ。あれ、お金くれなかった今回。だが時間食っちゃったよ。なんだよ、金持ってないのにさ。金を持ってないのに喧嘩売るんじゃないよ。能力強化、あ、ごめん全然やってないけど後でやりますはい、どうやって。はい、あ、うん、近いんだよね顔が。もし海藤だ。 KJ アートに着いたな。うん、ああそうらしい。海藤さんは今どこ。 KJ アートに向かって右見ろ。飛ばしてる。上か。ああ、いた、いたけど、いたけども、待って、ニャンがいるのよ。ほらニャンって言ってるもん。この時絶対ニャンがどっかにいるのよ。あ、動けない動けない動けない。あれ、動けないよ。まずこの海藤さんを、待って、この子なんだろう。ここどうしたの、これ何してる。女の子の肩を揉んでる。なんか女の子嫌そうだけどはい、あ、ポイントくれた、ポイント。はいはい、これは、うん、いた海藤さんだと。わかった、俺も今そっちに行く。うん、待って待って、にゃーんが言ってるから。にゃーんが、あ、動けないよ。ここは動けないんだ。じゃあこの動けないとこでにゃーんを探すしかない。にゃーん、いた、にゃーん、にゃーん。顔怖くない、ね、めっちゃ顔怖く見えるんだけど。え、目がめっちゃ怖く見えるんだけど、気のせいかな。こんなとこに猫がいる。うん、調べる。うん、もう大丈夫かな。一応ポイントもらえるんだね。
うん、他はなんか注視できそうなものはまあないかな、うん、あここもなんかやってるよ、何これ、うん、これは、うん、あれはなんだ、どう見ても怪盗さんじゃない、イチャついてんのあれ、うん、はい、じゃあもういっか、はい、にゃん、あれにゃんいなくなった、あれここにいたよね、あれにゃん、にゃんいなくなっちゃった、にゃん、あれここだったよね、あの調べるものにしかいないのかな、はい、じゃあこのビルの上か、ここか、え、こうやって登っていくの、エレベーター、エレベーターは、はいはいはい、お、あ、マンタイ、え、マンタイ、え、ここも、ここもマンタイなんだ、漫画家、漫画喫茶、はい、漫画喫茶で漫画読んで時間潰したりできるのかな、そしたらなんかちょっと知識というか、あの漫画の読んだ本でなんか技覚えたりする、あ、間違った、猫、猫カフェじゃない、猫カフェだ、え、間違って入っちゃったけど、しかも今無料で入っちゃってるけど、いやちょっとやだ、ちょカメラ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 、やだ、ちょっとやだ、あ、好き、このさ、このなんかシャムというか、手足の先と耳だけ色の違うのとか、やだ、かわいい、あら、ちょっとこれどうやってアップにするの、こうか、やだ、ちょっと、もう、はい、いいね、カメラ目線いただきました、あ、あれ、ちょっとこっち向いて、こっち向いてよ、なんかさ、猫の餌とかもらえないのかな、猫の餌とかをさ300円ぐらいでさこう買って猫カフェの中で猫にあげることができるのよ、で餌を持ってるとさすごいにゃんこたちがねパーって寄ってきてくれるのよ、私はね猫の餌をドンペリって呼んでるんだけど、ドンペリを入れるぞみたいなはい、いやちょっとこっちに顔あげてほしい、はい、ごめんね、今度はあのドンペリを持ってくるからねってごめん、カイト の兄貴のとこに行くんだったっけ、いや間違って入ったけど猫カフェだったわ、知れてよかった、はい、ん、伊勢谷、ん、伊勢谷トラーディング、これ全然違うな、これ何階まであるんだ、あ、ここか、はい、はい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 、オッケー、お待たせ、ちょっと猫カフェがあってさよ、ここから KJ アートがバッチリ見える、うん、ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ、じゃあやっぱり教令会のアジトか、間違いねえ、村瀬はいたか、見当たらなかった、さっき鳩飛ばしては見たんだがよ、うん、しっかり見た、ああ一応な、もう一度飛ばそう、今度は俺がやってみるよ、未熟な部下にお手本見せてやんないとな、へいへい、はい、飛ばす、カスタマイズ、現時点は無理、はい、Dリーグの戦績、そういうなんかドローン大会みたいなのがあるんだ、まあなんとかなるでしょう、任せて、フライト、あ、それか、はい、フライト、なるほどね、任せて、これが村瀬の写真だ、ビルの窓越しに村瀬がいないか確認できればいいんだけどよ、うん、え、よくわかんないけど OK、 なんとかなる、サーチモード、ドローンでもそれができるのか、はい、一番操作しやすい操作タイプ攻略、細かいカメラ操作をオプション、まあわかんないけどなんとかなるいや、まあ私もじっくり読みたいところだけどさ、ちょっとじっくり読んでるとね、おお、あ、おお、こういう感じで、はい、進むの遅っ、うん、ああ、難しい